スポーツ選手や格闘家が訪れる老舗の焼肉屋北京。店内には写真がたくさん。そんな体育会系の著名人に大人気の理由が、この一人前の破壊力。肉のカットが分厚い。まずは一番人気の塩ロース。見た目カルビのような肉肉しさ。焼くとステーキ買ってくらいのボリューム感。塩の味付けが最高にうまい。肉も分厚くて食べ応えも抜群。白米もいっちゃいました。タン塩も厚さ量がすごい。がっつりタン塩を食べたい人おすすめ。カルビはタレで注文。うまいけど塩の方がこの店は良さそう。ちなみにこのお店、注文は一度だけという謎のルールがあるので来た際はお気をつけて。レバーも一人前でこの量。老舗だとホルモンの質がいいですよね。プリプリして味が濃い。ごちそうさまでした。20代で知ってたら絶対に通ってたお店。うまい肉を腹いっぱい食べたい人はぜひ。ペコペコチャンネル、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。キャッホーイ。